はい、みなさんこんにちは。はい、いよいよ本日より黒ガラスゼロが公開になります。イエーイ。黒ガラスゼロでは僕演じる黒との過去が明らかになります。警察官だった黒とはなぜ解決屋になったのか、なんでそれを今ここで言っちゃうと映画が見れなくなるので、はい、あえて言います。はい、言いません、言いません待望の過去編となっております。過去編ですね。はい、というわけでね、3に続いてこう黒ガラスメンバーの過去がどんどん明らかになっていきます。例えば、はい、例えばですね、実は、ゆうやはみかんが大好きだった、はい、どうでもいいですね本編には一切ございませんやっと皆さんに見ていただけるということで僕も嬉しいです。はい、黒ガラスゼロ、ぜひ劇場でご覧ください。で、お前は何が知りたいんだ。依頼金は成功報酬で1000万。あなた方は正義の味方です。ありがとうございました。俺にこの解決や買い取らせてくんねえか。俺の前に汚え金置くな。金のためだったら何でもやるんじゃねえのか。2つもいかねえ、この町に解決屋だ。女を捕まえた方の解決屋だけ残すって試してみよう。あいつがどれくらいお前のことを思って。社長はお前とは違う。あいつの元へ連れ戻されるくらいだったらここで死ね。ああ、ここで死んだ方がいい。社長ごめん。ふざけんなよ。正義ってなんだ。